はい、今回3月度のスバウの最新納期の方が判明したんで、全車種の最新納期と新型車の最新情報について紹介していきます。で、まずはインプレッサから。インプレッサは3月2日からですね、先行予約を開始して、で、グレード構成と価格の方が判明していて、ベースが ST で、 ST だけは2リッターの自然吸気エンジン NA エンジンで、肉が229万9000円で、四駆が251万9000円で、その次が STG で E ボクサーですね、2リッターの E ボクサーで、肉が278万3000円四駆が300万3000円で、最上級グレードが STH で、こちらも2リッターの E ボクサーですね、肉は299万2000円で、四駆は321万2000円で、まあコスパ的にはベースの ST が一番お買い得みたいで、 ST だけは2リッター NA、 STG、STH が2リッター E ボクサーですね。で、クロストエッグ、まだ発売日の方は確定してないですけどね、納車の方が3月に入ってもう始まってるみたいで、で、あとは新型車って言っても、特別商社の方で、レヴォーグ、STI スポーツ、シャープが、限定車の方も完売していて、1月ですね、登場して、で、フォレスターも去年の12月にですね、AWD の50周年記念車として、XT エディションを追加して、で、あとは、STI スポーツ、で、軽自動車の方も最近、まあ、ダイハツの OEM 車ですけどね、一部改良とか、あとはマイナーチェンジした車種はなくて、シフォンが去年の秋にマイナーチェンジしたぐらいですね。で、続けて最新納期。で、まだ半導体部品の不足、コロナウイルス感染拡大とかの関係で部品供給の遅延が発生していて、昨日時点の最新納期ですね。まあ、高納期の表記プラス、大体2週間前後で納車が可能みたいで、まずは軽自動車から。軽自動車は多分、先月下旬の更新だと思うんですけどね、プレオプラス全グレード1ヶ月か2ヶ月最近スバルがだんだん納期の方ですね、全体的に伸びていて、ステラ全グレード1ヶ月か2ヶ月で、シフォン全グレード3ヶ月か4ヶ月まあカスタムの方ですね、若干納期はかかるみたいで、サンバートラック全グレード1ヶ月か2ヶ月で、サンバーバンディアス以外が1ヶ月か2ヶ月で、ディアスもですね1ヶ月か2ヶ月になって、ジャスティ1ヶ月か2ヶ月ジャスティ納期早いですね。ルーミーとかトールだともっと納期かかるんですけどね、レックスはまた納期は若干伸びて6ヶ月から7ヶ月まあロッキーの OEM 車ですね。ロッキーも大体半年ぐらい納期があって、ライズだとガソリン車で7ヶ月8ヶ月いいスマートハビットだとも1年ぐらい納期かかりますからね。確かレックスはハビットはなくてガソリン車のみでしたよね。ソルテラが3ヶ月で、こっからが3月9日時点の納期。 BRZ 全グレード2、3ヶ月で、 WRX-S4 2ヶ月程度になって、インプレッサー新型ですね、 E ボクサーグレードが2ヶ月か3ヶ月中間と上級で、ベース2リッター NA が2、3ヶ月で、まあグレード間の納期差なんですね。
前後で 2,3 ヶ月で、クロステークの方は若干納期がかかるみたいで、今契約した段階で3ヶ月か4ヶ月納期の方ですね、変わってきて、先行予約した人が今納車されているって言った感じみたいですね。でフォレスターも納期は長め、 E ボクサーで3ヶ月か4ヶ月、 1.8 リッターの方も3ヶ月か4ヶ月で、やっぱり全体的にまた納期の方伸びてきてますね。レガシーアウトバック全グレードに3ヶ月。レボーク 2.4 リッターが1ヶ月か2ヶ月。1.8 リッターの方は納期が長くて 2,3 ヶ月で。だんだん3ヶ月っていう納期の車種が増えてきましたけど。まあ、それでもトヨタとか日産、ホンダとかと比べてですね、納期は短めで。まあ、全車種で年内中には納車可能ですね。今契約したらインプレッサもクエストテークもギリギリ夏の終わりまでにですね、納車できると思います。はい、今回2023年3月のスバルの最新納期と新型車の最新情報について紹介しました。